ココロビジョンの設定方法あらかじめ本機をインターネットに接続します次の4つの設定方法を説明します1利用規約の同意ココロビジョンをご使用になるには利用規約の同意が必要ですリモコンのココロビジョンボタンを押して コロビジョンを起動します。お買い上げの後、初めて心ビジョンを起動した時は利用規約の確認画面が表示されます。また規約内容が変更になった場合など利用中にも表示されることがあります。「確認する」を選択し「決定」ボタンを押します。画面に表示された「利用規約」を確認したら「戻る」を押します。 利用規約に同意する場合、そのままご利用いただけます。画面のカードに、テレビ番組やビデオオンデマンドなどの情報が表示されていない場合は、一度、ホームや戻るを押して、ココロビジョンを終了し、もう一度ココロビジョンを起動します。2、人間センサーによる自動起動の設定方法。 ココロビジョンプレイヤーの人感センサーが人を検知したとき、ココロビジョンを自動的に起動する設定です。リモコンのココロビジョンボタンを押して、ココロビジョンを起動します。画面左下の設定アイコンを選び、決定を押します。ココロビジョン自動起動を選び、決定ボタンを押します。本機設定の 機器設定、クイック起動が有効になっていないと選択できません。人感センサーで自動起動させるときは、常に有効、または午前6時から午後10時は有効を選び、決定します。3. 人感センサーのテスト方法。人感センサーの検知状態を画面で確認することができます。リモコンの ココロビジョンボタンを押して、ココロビジョンを起動します。画面左下の設定アイコンを選び、決定を押します。センサーテストを選び、決定を押します。センサーの検知状態が確認できます。4、人間センサーの無効時間の設定。 テレビの電源を切った後、人を検知しない状態が一定時間経過するまでは、次に人感センサーが検知しても起動しない時間を設定します。リモコンの心ビジョンボタンを押して心ビジョンを起動します。画面左下の設定アイコンを選び、決定を押します。センサー無効時間を選び、決定を押します。 人間センサーを無効にしておきたい時間を選び、決定を押します。4つの設定は完了です。終了ボタンを押し、ネットプレイヤーをお楽しみください。